PSS コール。こちらロスコル。ゲートの開放には、裏へ回る必要があります。ルートの確認をお願いします。確認中だ。待機せよ。お嬢さん、また悪いんだけど、君がゲートの裏側担当だ。PSS コール。ルート確認。エリア A3、CPF5 に行ってもらう。北上の後、ポイント A3B1 から、西側に丘を降りればゲート裏だ。了解。結構戻るね。頼んだよ、お嬢さん。誘導は任せてくれ。誘導開始。まずこの道を南下。なんだろうな、この不守備は。誰に文句言いゃいいんだ。これも俺かよ。ポイント到着確認。 PSS コール。そこからガソリンスタンドを迂回し北上してくれ。了解。敵だぞ。気をつけろよ。ロック。ファイヤー。
ロック、ファイヤて、敵、うわぁ、大丈夫か、ロスクル。大丈夫、なんとか隠れたよ。気をつけろ。フィジカルリペア、ディフェンサーモード、ロック、ファイヤDSS コール、こちらアレクセイ。ああ、お嬢さん。フィジカルリペア、
到着したな。近くにコンソールがあるだろう。よし、いいぞ。それをこっちとタイミングを合わせて操作するんだ。大丈夫、操作は簡単。いくよ。1、2、3、ピッ。あ、あれ、ダメだ、電気が来てない。なんと、ちょっと待てよ。PSS コール。ロスコル先生、状況は？電気が来ていない。対応は、考え中。思い出したんだが、お嬢さんがいるあたりに発電システムがあるはずだ。ゲート用だけど、ずっと前の作戦で、シャオミンとボブが使っただろう。ああ、そうだった！ケーブルの接続を切ったままだ！元に戻せなんて命令はなかったからな。済んだことはもういいよ。とにかくそれだ。いける。お嬢さん、聞いてくれ。送電ケーブルが切れているところを見つけて、繋ぎ直してほしい。作業自体は簡単だから、きっと大丈夫。そう、簡単簡単。ケーブル接続確認。ケーブル接。ケーブル接続確認。確か。よ。
これで送電システムは元通り、何もかもうまくいくはず。よし、お嬢さん、やってみよう。操作パネルを押せよ。1、2、3、ピッと。よし、開いた。 PSS コール、ゲート開放。了解。これより移動を開始する。ビール、ビール、市長のビール。勝負はまだ始まったばかり。その通りだぜ、ボブ。いいじゃないかね、お嬢さん。酒もビールもお嬢さんにはまだ早い。ボブ、変なこと教えるんじゃねえぞ。早く早く。あんた意外とせっかちだよな。誰だってこんな時は焦るだろう。PSS コール。おい、お嬢さんはどこ行った？こっちの方が楽しいわよ。まあ、かわいい。け、ブエナティンタ。やっぱりグレイね。敵なの？さーて、どうかしら。少しの間、じっとしていてね。すぐに意識が遠のいていくわよ。気持ちいいでしょ。戦え！そいつは敵だ！あら、残念。ここでは殺さないから安心してね。だって、あなたが例のグレーだったら私が殺されちゃうもの。でも、せっかくだから限りなく死に近づいてもらうよ。ケプエン、ワグナブ。高ぶるわ。フィジカルリペア。ほれ。ワグナブ。ロック。ファイヤー。壊れちゃダメよ。
ほらほらほら！ワグナム！ディフェンサーモード。ワグナム！ロック。ファイヤー！ワグナム！これ！ワグナム！すごいじゃない。素敵よ。踊ってごらん。ライ、リー、ライ、リー、ライ、リー、ライ、リー。ディフェンサーモード。高ぶるわ。ロック。ファイヤー。フィジカルリペア。壊れちゃダメよ。ほらほらほら！ワグナム！ワグナム！ロック！ファイヤー！ほれ！ディフェンサーモード！高ぶるわ。ワグナム！ロック！ファイヤー！うそ！このガキ！あんたは一体何なのよ！ズルス、ネオス。リリオ、早く来て。わお、わお、わお！今のはミーだよな。ああ、間違いない。永久エイリアンのミーだ。永久を一人で倒すとは。君はすごいな、本当に。おつむは空っぽだけどな。今のはどういう意味？と同じ、君はすごいって意味。そっか。あれがポータル、ウェブチューブの入り口だ。ウェブチューブってのは世界中にある UEF の基地をつないでいる通路みたいなもの。俺たち PSS は、どこから説明したらいいんだ。 PSS ってのはピスじゃないぞ。プライマリーサポートサービスだ。言ってみれば君の親衛隊、 UEF の部隊の一つで。ああ、 UEF ってのは
まあ、およい知ればいいさ。一番俺たちは PSS で、UEF の一員で、同時に、人類最後の生き残りってこと。わかった。俺はまだピンとこないけどな。なんでもない。行こう。ミーが死んだ。グレイの確保に失敗したらしい。どこへ行く、リリオン。ミーをネブレイドする。独り占めする気？ミーも僕の。おお、古き良き時代の美しきちぎり。お前には分からない。今度のグレイは強そうね。グレイには我々の生体アーマメント技術が使われている。しかしストックたちの不安定な技術のせいで、能力は個体によって異なる。油断すると2位のようになるぞ。わけがわからない。総督はなぜ技術共有なんてしたのかしら。見つめないでください。失言です。取り消してレブします。賢明だな。さて、俺も行くか。この星のストックたちには随分楽しませてもらったからな。最後のあがきくらいは見届けてやらないと。もしあれがストックどもが言うところのホワイトなら、絶対に殺すな。分かっている。生きたまま連れてきたら本当にこの星をもらえるんだな。ああ、加えてもっと素晴らしいことがある。生きていられるぞ。